もう中学校からずっとジュビロで育ってきて、なんか小学校からずっとジュビロが好きで、試合も見に来てて、そういったもんだ、ずっと憧れだったので、特別なチームです。プレー自体はあんま覚えてないですね。もう緊張とワクワクで、試合終わってからも全然寝れなくて興奮しっぱなしでした。もう100プラスですね。やっぱ試合経験がめちゃめちゃ積めたのでプラスですね。やっぱ1年で J1 に絶対上がらないといけないと思いますし、まあ、そういったところでやっぱ自分がどれだけ貢献できるかって、そのためにやっぱ帰ってきたので、やっぱ絶対に J1 上げるために貢献したいと思います。まあ、やっぱサイドバックなんで、まあ、アシストもできて点も取ってでゼロで抑える、そういったところをしていきたいです。めちゃめちゃ楽しかったし興奮したし、まあ、やっぱああいうところでずっと試合に出続きたいっていう思いにまだなりました。サッカー選手でやっぱ試合に出ることが一番楽しみというか、まあ、生きがいなので、やっぱ試合に出続ける選手になりたいです。